はい、皆さんこんにちは、タートルです。今日ね、180度開脚最終日です。皆さんね、ここまで毎日やってもらってありがとうございます。このね、10日間のストレッチですけども、美脚のためとかね、あとはリラックスするため、深い眠りにつくためにはね、ストレッチってすごい大事ですので、これからもね、継続してやってもらえたらと思います。じゃあ今日最終日頑張っていきましょう。はい、行きましょう。まずはね、しっかり股関節をひねっていきます。運動が苦手な方もね、これストレッチでね、しっかり習慣づいてくれば、そこの時間を筋トレにするだけなんで、スムーズにね、習慣にできるかなと思います。よいしょ。今度は左右に体を振っていきます。こういう感じです。しっかりつま先上げてください。はい、今度は体を左右に、つま先をしっかり前向けていきましょう。こういうストレッチっていうのはね、左右同じように動きますんで、骨盤矯正とかね、ああいうのにもね、すごくいいんでね、便秘の方とか、あとは体が歪んでる方にもストレッチはおすすめです。 OK。 今度はね、片足をこういう感じで、内ももを床につける感じでしっかり振っていきましょう。皆さんね、だいぶ10日目となってくると、しっかりね、開くと思うんで、最終日はね、しっかり体を温めていきましょう。はい、今度は反対です。もちろんストレッチの方法ってね、やっぱり人それぞれもちろんあるんですけど、180度の開脚がね、できる人っていうのはね、まあ、例えば、バレリーナとかね、体操選手とか、あとは格闘家とかね、そういった方がね、180度開脚ができる方が多いです。よし、今度はしっかりいろんな方向で股関節を動かしていきます。もちろん体操選手、あとバレリーナとかね、もちろんストレッチの方法がね、もちろんそれぞれ違うと思うんですけども、まあ、いろいろね、自分に合ったの見つけてもらってもいいですし、まあ、このね、タートルはまあ格闘技をしてるんで、そういったね、ストレッチの方法それぞれ違いますが、いろいろね、やってみてもらえたらと思います。まあ、どれもね、ストレッチで言えることは、しっかりね、力を抜いて伸ばす、リラックスした状態で、痛くてもリラックスしてそこで伸ばすというのがポイントです。で、この前行きましょう。つま先を倒しながら、まずはね、あんまり広げずに行きましょう。しっかり、もちろんつま先がね、上向いたまま開脚できる人ももちろん中にはいると思いますが、基本的にはつま先を前向けてバタッと寝るっていうのがね、基本です。よし、 OK。 この足の裏を押していきましょう。揺らしていきます。はい、少し前出して揺らします。もちろんね、なかなかコツがつかめない人は10日じゃ難しいと思うんですけども、まあ、120-130度ぐらいでできるよっていう人は、まあ、10日でね、180度いくんじゃないのかなと、まあ、タートルは思ってます。まあ、あとはね、もう90度以上いく人は、あとはコツをつかむだけなんで、コツがつかめると、とっても、柔らかくなるスピードが速くなります。で、今度は膝を押さえて前行きましょう。このね、ストレッチ、開脚をね、したくてストレッチする人もいると思いますけども、足を細くしたい、また筋トレしてね、太ももが太くなっちゃうよっていう人は、ストレッチはね、すごいおすすめです。筋肉がね、柔らかい人の方が力の伝わりがゆっくりなんで、もちろん重たいものはできませんけど、筋肉はね、太くもなりませんので、その点ね、筋肉がすぐ太くなっちゃうよっていう女性はストレッチおすすめなんで、頑張ってみてください。 OK。 はい、今度はね、片足曲げて片足真横で、これしっかりね、横に行きましょう。つま先はしっかり上げて、2、3、4、5、あと5回、6、7、
8910、はい、反対です。片足伸ばして片足曲げ、できればね、ここは横、真横、こういう斜めじゃなくって真横にしてください。で、手前伸ばして、でしっかりね、こっちの左の股関節と脇腹を伸ばしていきましょう。1、こっち手だ、3、4、5、6、1、8、9、10、OK、早足、今度広げてね、今度はこれでいきましょう。1、2、3、4、あともう一回、5、反対、1、2、3、4、5、OK。で、今度はね、前に手ついて、しっかり体重乗っけて広げていきましょう。思いっきりいきましょう、思いっきり。しっかり広げて。痛い方は体重前です。いきましょう、これでしっかり伸ばして、しっかりね、股関節をね、足を左右にね、引っ張っていく感じで、できればね、床が滑るところで靴下を履いてやってもらえたらと思います。これしっかり伸ばしていきましょう。 OK、OK、OK、はい、で少し閉じて、はい、叩きましょう、股関節。やっぱりね、ストレッチしていくと、しっかり伸ばした次の日は少し硬くなっちゃうんですけど、ストレッチをね、毎日やり続けて慣れてくると、しっかり伸ばした次の日もあんまり硬くなってませんので、その点ね、安心してください。はい、じゃあ今度皆さん、多分これね、皆さん嫌いだと思うんですけど、このね、正座からの足広げて、これ結構嫌いな人多いんですよね。はい、いきましょう。1、2、3、4、5、6、1ももがいかつくぐらい。8、9、10、OK。よし、OK でーす。はい、今度はね、足広げて、股関節をね、上半身で、8の字をね、書く感じで、動いていきましょう。これしっかりね、股関節をいろんな方向に傾けれるように伸ばしていきます。上半身はね、力を抜いて、これでしっかり伸ばしていきましょう。はい、OK。で、今度はね、しっかり、膝を折り曲げて、で太ももね、後ろに持っていきます。こういう感じで。バランスが取れない人はね、どっか持ってください。これでしっかり、前の股関節を伸ばします。はい、反対。こういう感じでね。こういう感じで、こういう感じでね、バランスがね、取れるといいんですけど、取れない人はどっか持ってください。こういう感じです。よーし、 OK。 今度は股関節をね、しっかり回していきましょう。後ろにぐるぐると、はい、前に行きましょう。ストレッチをしっかりやってるとね、今度は反対、ストレッチだけでも息上がりますからね。息が上がるってことはね、あのカロリーを使っているってことなんで、まあストレッチといえばね、いい運動にはなりますんでね。筋トレが嫌いだよっていう人は、まあこういう感じの息の上がるストレッチから始めてもらいたいと思います。で、今度はしっかりね、太ももが胸につくぐらいしっかり膝抱えましょう。こういう感じです。しっかり抱えて、はい、OK。 この足伸ばしていきましょう。足を上げる方の手は振ります。1、2、3、4、5、はい、反対です。1、2、3、4、5、はい、OK。 はい、最後ね、しっかり広げましょう。はい、ぐーっといきましょう。はい、しっかりできればね、手を離してください。手を離して、この時にね、つま先前向けてもいいんですけど、バランス取るにはね、つま先上向けて
お尻を最後までしっかり前に出して、こういう感じです。これでね、ももの力が入らないように、ももをしっかり揉んでください。こういう感じです。で最後前行きましょう。ぐーっと行きましょう。よし。はい、お疲れでした。はい、皆さん最終日ね、よく頑張ってくれました。このね、10日間のストレッチ、180度開脚でしたけども、できればこの先も続けてください。180度開脚できればね、すごい筋肉はね、すごい緩んで、筋トレしても太くならない足になってきますんでね、女性は絶対やってほしいかなと思います。またね、筋トレの動画も載せますんで、まあ、よかったらチャンネル登録、今後も視聴ください。今日もありがとうございました。説明欄にブログのリンク貼ってますんで、よかったらダイエット痩せるというブログにね、変更しましたんで、ぜひご覧ください。Thank you.